皆さんこんにちは。はじめまして。私は南出エリと申します。以前は金融関係の会社で働いていました。学生時代には塾で小学生と中学生を教えていたことがあります。今はタイに住んでいて、私も外国語を勉強中です。外国語を勉強するのは大変ですが、相手とコミュニケーションが取れるととても嬉しいですよね。皆さんが日本語でスムーズにコミュニケーションを取れるように、また日本での生活を楽しめるように少しでもサポートできたらいいなと思っています。授業中わからないことがあればどんどん質問してくださいね。では皆さんと授業で会えるのを楽しみにしています。